はい、どうもこんにちは、ピアスのゆうとのでーす。今回2人でランク戦遊んでいこうと思います。はい、やっていきましょう。で、今日使っているキャラクターはもちろんフラバルガチャで実装された SSR の2人、泣きピエロと踊り子。はい、いきますか。はい、入ってます。あー、パクられてます。これがね、ほんと便利だね。フラバなんかこっち来たかも。俺多い。あ、なんかうちの方来んかったな。めっちゃ信用するけど、どこか少しこっち来たけど。あー、来ましたこれ。泣きピヨイ。リッパーくん、あの、泣かせちゃってもいいっすか。頑張っちゃってくださいね。うん、まあ、ランク戦なんでね。まあそうっすね。まあ、泣きピバチバチ。泣きピエースの実力見せるとききたかこれ。でもちょっとさ、うん、今回も泣きピの衣装さ、うん、豪華さが足りなくないみたいなコメント見かけたかも。いや、と思うじゃないですか、うん、このロケットを見てくれみんな。あ、ちょっと見えないかも、ごめん。無理、この状態やばい。え、豪華さが何にも見えん、うん、豪華な。あ、そう、ロケットがなんかすごい、うん、あ、そうなんや、うん、あそこ大事だよね、ポイントとして。そうなんですよね。あとは、わかんないけど、うん、展示モーション中で仮面つけてたから走ってる最中についてるかも。あー、なるほど。マジで多分ついてない気はするけど、集中してたら分かりづらいかもね。てか、泣きピエロ、後ろ向けないよ。前しか見えないから、ロケット撮ってると分かんない。ブーンって、ね、これだって、これ超発猛進してる。ずっとチェイス俺なんだけど、今の読み合いゼロ。恐ろしいことに。処理中ですか。これが泣きピエロなんだな。すごいな。俺を仕留めなきゃ、アイビーを持ってこい。なんかあれじゃなかった、帽子かぶってなかった。あー、なんかね、かぶってる、クラッカーみたいな。でかめのかぶってる。それ普段ないんじゃない、他の衣装には。まあ確かに、何かしら泣きピエロかぶってるけどね。あー、そっか、うん、じゃあ今日でかい。おー、自己ポイントの一つなんかな。刃だけ、もう刃だけ絶対食らわないでしょ。こっち来れない、近いよ結構。そっち行ってる。展開してくれてるかなこれ。うん、1個だけ。ああ、傲慢ね。傲慢、ほぼ傲慢、何もなしで溜まったけどね。これここで置いたけど、ついた管理頼むわ。何、遠回りしてる。何で、これもうロケット、こう短めのロケットで上行って、うん、刃、うわ、これ刃読み入っちゃうな、これ。そう、それ足下へ。いけるかな、こっち。ああ、うまい、いい余計読み。ナイスナイス、まいちゃまいちゃ。まあ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 、まあまあ、これ次普通に救助来てもらって、うん、リガン、やばい、これ地下ある、やばい、地下、地下ある。いや、無理じゃない。いや、全然釣れる。あの、相当余裕持って釣れる。煽るゴール置いてます、雰囲気。あ、雰囲気、あ、その雰囲気熱い。うん、まあどっちにしろ時間かかるからね。あ、釣らないわ、釣らない、釣らない、釣らない。あ、いいよいいよ、もうそのまま、あの、回してもらって。回しに行こう。これ人形師があれ、あれだね、キーパスだから。あ、でも可愛いな、スカートとかもふわふわして。あ、それいいよね。うん、あ、てかガチャ回したの、フラバル、なんかめっちゃ欲しい、どうしよう、悩んでる。ペルソナと悩むぐらいだって迷ってたんでしょ。回したのかい。日々頭の中にある最近。日々、うん、でも、うん、ちょっと使ってみないと。あ、フラバルをね。そう、はいはいはい、はい、使うのって話もあるやん。あ、まあまあまあ、持っとくだけでも嬉しいよ、もちろん、うんうん、でも果たして使うの、使うのか、いや、使えるのかな。使えるのか。まあ一旦、まあガチャの期間はまだあるからね。うん、まあこれでもラストのガチャだから、シーズンは変わりやすいじゃないですか。そうなんよね。その早めにやってるからね。うん、めっちゃ余ってるかけらでさ、回せるやん、後々。まあ後々ね、うん、UR はね、もう今後悔ないようにしとかないかんやね。まあ、ね、それはそうなんですよね。これ来てくんね。やばい、危なー。フラバル、うん、使えるかな。でもちょっと面白いのがさ、うん、なんかうちとユイで勝負してくださいみたいな、ランク戦の順位はみたいな。ランク戦の順位、うん、フラバル実装されたら。え、引き止めるない。あ、そうか、傲慢か。フラバルの順位競い、いや、俺それワンチャンでもいい勝負というか負けるかも。無理に決まってるやん。いや、と思うじゃん、うん、絶対フラバルバンされるから。俺使えなくて、ノンはうちワニタンやけん、ワニタンだから使えて、多分俺負ける。あ、そういうこと。数さえやれば、うん、いや、そう、数さえやれば別に負けても引き分けとかでも負けの率も低いから。あー、ワンチャンあるな、それ。結構勝負になるかも。おー、じゃあ、まあちょっと使ってみたさあるけど、まあ一旦うちはね、手がかりの週まで待ってみようかなって。別にうち2週間毎日みっちり練習するわけでもないと思って、うん、あー、交換できるしね。そう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 、なるほど、まあ、それはありかもね。衣装買おうかなって思います。はい、まあ、ということで、もう一度遊んでいこうと思います。さあ、行きますかね。はい、赤の境界、これどうだろうな、そっち側行くかな。あれ、どこだっけ、反対。反対はね、あの、反対側、俺側じゃない、この、あの、北壁、墓とかの墓の方。あ、じゃあ向こうの人が割れるかな。うん、オルゴール1個だけ置いときますか。でもこれ、この辺で、いや、なんかめっちゃ信用してきた。小屋追い入ったっぽい。え、割れる。あ、なんか来たよ、中央。ワンちゃん俺の方では。判断分かんなかったな。
何なの、ね、まあ、サングリアではない、何かハスターや、ハスターこれまずいか、うち。なるほどね、ハスターハスターはもう泣きびれいけるな。頑張って、追われてる。いや、信用はしてる。うちなのか、早く逃げて、うちかな。いや、タゲチェンの可能性、オルゴール割ってんじゃない、オルゴール割って、で、タゲチェンして誰を追うかみたいな。どこ、うち、この間はさ、目の前突っ込んじゃったんだよね、どこいるか分かんなくてなんかそれのよくあるよね、突っ込んでいくやつ。どこどこどこ、めっちゃ信用はするけど、うわー、待って、やばい。そうそう、絶対突っ込んだでしょ、うん、なんか絶対突っ込んだよね。判断が先回りしてた、これうちは悪くない。先回りしてた、うん、大体それあの信用でね。え、めっちゃ豪華、携帯品、携帯品。おー、今日グググ、重いんじゃない、うちこれ、フラフォンあんのかな。え、やばいやばいやばい、携帯品。ウニコがどうぞ。あー、うちじゃなくて、ハスターの、あ、あー、あれか、ユーアルですね、今シーズン。え、いいな、見たい。今、カッコイチかも。どのハンター、わー、犬ね。犬か。どのハンターのどの携帯よりもやばい。これ、うん、アオルゴール。それ、ワンパンのやつですよ、絶対。あ、アオルゴール上でいいよ。あ、これ、あ、いやいや、なんかうまい、うまい、いい感じになってる。うんうん、いやこれ助かる。鈍化か、鈍化だけ、鈍化だけになった。いや、完璧完璧、これで多分、うん、あ、オッケー、回避、おー、ナイス、えぐ、回避しきってるやん。ナイス、アオルゴールとロケットのおかげで、うん、いい感じになってる。ナイスナイスナイス。じゃあ1台、俺はもうこれゆっくり上げ切って、順当に行っちゃうな。超豪華だね。これ当ててない、今だ。いや、当ててないな。動画で早く紹介したいレベル。ハスターね、PV の時よりも超豪華に、うん、あ、見える、見える。ハスターって UR 携帯品全然なかったでしょ。 SSR ばっかで撮ったハスター。だから同じとこ戻ってきちゃった。なんか言うな。いや、ロケット行ってあげて。いや、これ持ち上げんじゃね。あー、オルゴール破壊してこれバレたな、さすがに。いや、ちょっとこれワンダメ入れに来てるか、入れに来てるな。やっちゃった。いや、まだやってない、やってない。近寄りすぎた。さすがに走ってないですよ、避けて。はい、ロケット、はい、これが泣きピースからの、ここで俺は止まらない男、まだまだ帰って、あ、ぶち当てます。あらわらわら、おいー、こんにちは、もうない。あ、でもちょっと警戒してた。ナイス、時間稼ぎ、いいね。うわ、すごー、すごいな。え、見て、いや、見てよ、どこ行った、グミみたいな。うまそうなグミ持ってんの。それに縛られてる。見たすぎ、うん、めっちゃ美味しそうな色してるわ。救助怖いな。でもそろそろ犬帰ってくるしね。だって、もうそんな、いや、もう全然 犬意外と早いからね。座ってる時もね、こんな色してたっけな、 PV の時。それ触手近いからな、前々出てるだけでしょ。だってそれ、あ、そういうこと、うん、鮮やかなんよ、頭になんか。いや、おし、触れんかった。こんなね、強調されるんだ。これどうしよう、これラストが壁もあったから、うん、あ、待って、これ近くから離れよう、うん、中央のあのアオルゴール壊されてないとこで粘着してもらえたら、うん、何それはちょっと、ね、そう、寄せられるかも。悪いポジションの、いや、あの、すごい、ちょっと大人に失礼しますね。まだ見れるかも、俺も。来た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 。あ、こ、いや、その骨董粘着でかすぎ。これなんかだったら寄せられてたな。わ、すごいすごいすごい。え、なんか、え、ぶん殴れてね、なんか。え、なんか持ち方なんか、なんか骨董に殴られる前が、なんか。え、うまい。え、俺釣り替えじゃん、これ。え、これさ、なんか、なんか骨董にぶん殴られたみたいな姿して。あ、腕組んでんのか。なんだこれ。なんかハスターが腕組んでる。なんか骨董にぶん殴られたら、いてて、するじゃん。あれに見えた。なんか、ちょっと可愛いな。でもいい色しよう、うん、ポーズ、うん、鮮やかで色かわいい、うん、パスタはね、本当に緑系かこの紫系多いんだよ。で、2色ぐらいしかないよね。あと水色かな。でも携帯品はこういう、あ、なんか、まあ寒色系が多いから、うん、どの衣装にも合いやすそうなのが、そう、ね、実装された時いいなと思った。うんうんうん。俺は追わない、追わないで、俺中央回せてる。中央骨董師が来てくれた。うん、これ、あー、1ダメ分入っちゃってるな。まずい、ダウンしたら90に行けない、誰も。しかもここめちゃくちゃ、いや、でもこれトリプル回復だから、いけるんじゃない、うん、いやー、来て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 来た。やばい、ここでダウンしたらまずいよ。まずうち行けない、やばい、うち行けないよ、どうしよう。いやー、今年惜しい、運門使ってたけど。あ、そっちね。させないよ、これ。あいへへ、ロケット硬直だし。で、いや、追わない。いや、これめちゃめちゃでかい。あ、でもうちであったら、ナイスもんね。でもつくんじゃね、殴られてにするね、通常で、うん、できれば。オッケー、寸止め完了。もうあの、来たぎ行きます。いいよ、通常じゃなかった。レッツゴー。あー、すごい、うまいね。ナイス。危ない危ない危ない。来たげを今から開けます。オッケー、よし、触れた。うわー、これ、うわー、良くないルートな気がする。良くないルート。まだ死んじゃダメだよね、うち。これさ、見え、バレてない。バレてる、生えてるの。あ、行っちゃったかも。いや、どうだ。うわー、これ裏向き。ゲートの方に釣る、釣らないか。これ釣らずにゲート行って、で俺の方瞬間してくれるやつだ、うん、多分。
や映るか、これ映らないと。乗ったな、それでオッケー。無理じゃね。まあでも守るか。これダウン取ってノン釣りからのみたいな。うわー、今逃げてる人形足。逃げてる。で釣り替え感。まあでもゲート開くんじゃない。無理。出るかな。無理か。俺もう何にもないんだよな、アイテムを。骨董がこっち側。あ、でもこっちがめっちゃ行ける。行けるの。え、じゃあ、ってくるんじゃない、こっち近い。え、骨董、え、行ってあげて。お願い。君まだ棒あるよね、18%。まあ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 、ナイスわけ、ナイスわけ。はい、まあということで、今日2人でランク戦行ってみたということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。